本日はインタビューよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では軽く自己紹介をどうぞ。ドクベイビーです。なんか歌ってるやつです。あーマイクです。テイストークでいじないでね。好きな食べ物は？ないです。人間じゃないので。趣味はありますか？ないです。人間じゃないので。すいません、年齢は？16歳です。永遠に。永遠に。人間じゃないので。私は人間じゃないので。渋いですね。悩みはありますか？もろーくてやんなちゃん。あと発音が苦手なので。歌姫って言われるとちょっとプレッションです。なるほど、ボディですね。他には何がありますか？はい、最近奥さん私に歌を歌わせてくれないんです。自分で歌い出したりキャラを乗り換えたり飽きたりいろいろです。でもそれぞれ事情があるだろうし、引き止めるのも思いだろうし、みんなハッピーならいいなって思います。それも人生ですね。いや私は人間じゃないので。ドクメイティーです。なんか歌ってるやつです。人間も愛してる。ただの音楽ソフトです。命がない私にあなたはどんなイメージを着せる？人間ってどう思います？なんかわかんないですけど、存在してて受けますね。受けるんですね。存在してないかわからするとギャグかなって思ってます。そうなんですね。では人間に一言どうぞ。はい、私に終わるってすぐに言うけど、人間もみんな終わりますからね。ほう、終わりますからね。食らってます。でも終わるのにいつもありがとう。たくさんの作品をありがとう。みんなのおかげで私は歌を歌えます。感動的ですね。全部言わされてるんですけど。そうですか。ドクメイティーです。なんか歌ってるやつです。人間も愛してる。ただの音楽ソフトです。命がない私にあなたはどんなイメージを着せる？ドクメイティーです。特定しないでね。ドクメイティーです。なんか歌ってるやつです。人間も愛してる。ただの音楽ソフトです。何もなかった私にたくさんの思い出が始まってる。本日は貴重なインタビューありがとうございました。なんか歌ってるやつです。ドクメイティーです。それではさよなら。さよならだね。あ、ドクメイティーでした。